2022年、川崎、幸い、中原、高津、多摩の5区が50周年を、宮前、浅尾の2区が40周年をそれぞれ迎え、各区で記念イベントが開かれました。こちらは中原区の様子。会場には福田紀彦川崎市長も駆けつけ、イベントを盛り上げました。この日は2000年に封印され、中原区役所の敷地内に保管されていたタイムカプセルの収納品のお披露目が行われました。クラスのお便りを実はその時に250号まで出していて、全部読み返したんですよ。学級通信、データで送られてきて、めちゃめちゃ鮮明にそのことは思い出しましたね。こちらは麻生区の様子。麻生区役所周辺で地域の一大イベント、第40回麻生区民祭りが開催されました。今回は麻生区政40周年を記念し、麻生の未来を描くをテーマに募集した絵画展の表彰式などが行われました。誰もが笑顔で暮らせるような、そんな麻生区になってほしいなというふうに思っています。また会場では地元産の野菜や麻生区の特産品である善治丸柿などが販売。その他の区でも様々な取り組みが催され、各区で周年を祝いました。